皆さん写真ライフ楽しんでますか？今回はカメラが高価で買えないよ、最近ちょっと円安の影響、物価が上昇しててカメラが買えないっていう方のためにですね、今回は今からもしですねカメラを買うならどんなカメラがおすすめなのかっていうところのですねお話をしていきたいと思ってますので、よかったら参考にしてみてください。これからちょっとカメラをですね始めてみたいっていう方、初心者の方に向けたですね、このカメラを今だったらおすすめするかな、こういった物価が上昇している中で高いカメラがある中で、このカメラ安価でいいカメラですよっていうところのですねお話ししていきたいと思いますので、よかったら最後までご覧いただけたらと思います。このチャンネルではですね写真や動画、カメラに関するいろんなお話ししてますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、じゃあ早速ですねおすすめのカメラ、今買うならこの物価上昇の中で今買うならどんなカメラがいいのかっていうところのお話なんですけども、ただ人によってこのカメラが向いてるとかこのカメラが向いてるとかですねあるかと思いますので、その辺もですねちょっと小出しにしながら、ここがでもちょっといまいちなんですよねってところで、よかったら最後判断していただけたらいいのかなっていうふうに思っております。まずはですねAPS-C というですねサイズのセンサーサイズのカメラがやっぱりおすすめかなってところになってます。もちろんですねマイクロフォーサーズとかでもいいかと思います。フルサイズになってくるとやっぱりですね本体が高いですし、レンズも高くなるっていうところで、なるべくですね、価格を抑えたいよっていう方はですね、こちらの APS-C サイズの、カメラ、もしくはマイクロフォーサーズの、カメラっていうのを選んでいただければいいかと思っております。フルサイズの方が知りたいよっていう方はですね下のコメント欄の方にですねコメントいただけたらと思いますし、別の機会でちょっとフルサイズのですね今買うならどんなカメラがいいのかっていうところのお話もしていきたいと思っております。まずはですね、この APS-C のカメラ、マイクロフォーサーズも含めてお話をしていきたいと思うんですけども、まずですね富士フイルムが結構おすすめかなっていうところになっております。というのが、色味が結構おすすめだったりとか、初心者の方でちょっとおしゃれな写真を撮りやすいフィルムシミュレーションというですねものが富士フイルムのカメラの中に入ってて、それでですね結構雰囲気のある、ちょっと写真をですね撮りやすいっていうところがあるので、この辺のですね、富士フイルムの APS-C のカメラが結構おすすめかなってところではあるんですけども、おすすめのカメラとしてですね XS10 というカメラがあります。これがレンズ付きでですね、16から17万ぐらいの価格はやっぱりするんですよね。ちょっと高いっていうのがありますし、ちょっと今ですね納期もかなり遅いっていうところがあります。3ヶ月ぐらい待たないとちょっと購入ができない、新品はですね購入ができないっていうところになってますし、じゃあ中古だったらどうなのっていうところでも、中古も結構高いんですよ。もしかしたら場合によってはですね新品よりも高いところがあったりしますので、この辺もですね中古ちょっと難しいかなってところですね。中古もですね結構高かったりするんですよね。この16、17よりもちょっと高かったりする場合もあるので、ちょっとXS10 は今現時点ではお勧めできないかなってところですね。価格も高いし、新品でも手に入りにくいっていうのがありますので、ただですねこれボディ内手ブレ補正が入ってたりとか、すごくコンパクトだったりとか、すごくいいレンズが富士フイルム揃ってたりとかですね、そういった面ではですね、すごくいいんですよ。フィルムシミュレーションとか入ってるとか、そういった総合面ではかなりいいカメラなんですけども、ただちょっと高いとか手に入りにくいっていうところがあるので、別のカメラがちょっとおすすめかなっていうところになっております。あとですね富士フイルムで XE4 っていうですねカメラがかなりおすすめだったんですけども、こちらもですね生産中止になってしまったりとかですね、中古でもですねなかなか手に入りにくいので、もし中古で安価でいい状態のものがあったらそれはですね、ラッキーかなっていうふうに思うので、それ購入してもらったらいいかと思うんですけども、まず新品も手に入りにくいし、中古仕様でも手に入りにくいっていうカメラなので、ちょっとおすすめしにくいっていうところがありますね。キャノンで言うと R7 とか R10 っていうところがいいのかなっていうところなんですけど、ただここ価格がですね11月4日から上がりますし、元々の価格が16万ぐらいするんですよね、レンズ付き で結構高いんですよ。 R10 で16万なので、 R7 だともっとですね高くなるので、この辺もですねちょっと買いにくいかなっていうところですね。16万って結構な金額だと思うんですよね。でこの16万の金額で、今後またですね11月4日からは買えなくてもっと高くなるっていうところで、
まあ、この辺もちょっとおすすめしにくいカメラになってますし、まあ、レンズがですね、まあ、極端に少ないんですよ。キヤノンのこの APS-C 用のレンズっていうのが極端に少ないので、ちょっとここもおすすめできないかなところですね。カメラ自体の性能はすごくいいんですけども、レンズがないっていうところと価格が上がって、しかもかなり高くなるっていうところがちょっとおすすめできないかなっていうところになっております。はい、まあ、この辺がですね、まあ、全然 OK だよっていう方はですね、まあ、全然おすすめできるカメラにはなってるんですけども、はい、他にはですね、ちょっと安価で手に入れたいっていう方には、オリンパスのですね、ペン EPL10 というですね、カメラが結構おすすめかなってところになってます。これがレンズ付きで7万円ぐらいというふうにですね、まあ、かなり安いんですよ。で、今のご時世でレンズ付きで7万円で買えるカメラっていうのはかなりお得だと思います。はい。まあ、この辺はですね、結構、まあ、ボディ内手ブレ補正が 3.5 段分入ってたりとかですね、しますし、オリンパスの場合、随光というですね、結構いいレンズがですね、揃ってたりしますので、その辺でもですね、結構おすすめではあるんですよね。で、4K30p もこのカメラ撮れますし、あの全然ですね、まあ、普通に使えるカメラなんですけども、まあ、マイナス点はですね、まあ、上げるとすると、まあ、ファインダーがないとかですね、まあ、コントラスト AF しか使えない、まあ、ちょっとですね AF が合いにくいですよ。初心者の方にはちょっとここはですね使いづらいのかなっていうところがありますし、あとはですねモニターがですねカメラのですね下から出てくる感じになるので、三脚に乗せた時にそのモニターがですね見ながら撮影ができない、こういった自撮りができないっていうところが、まあ、ちょっと不便かなってところで、そういったですね、まあ、自撮りを三脚に置いてしたい方っていうのはちょっと向いてないカメラにはなってますので、まあ、その辺でですね価格は安いんですけども、ちょっと不便なカメラではあるかなってところになっております。はい、まあ、ここまでが、まあ、結構いいカメラなんですけども、高かったりとか、まあ、カメラがなかなか手に入りにくかったりとか、ちょっと性能的にいまいちとか、レンズが揃ってないとか、そういったところがあります。で、こういったところはですね、まあ、その辺がクリアできていればおすすめできるカメラではあるんですけども、まあ、でもですね、そういったところちょっとあんまり考えたくないじゃないですか。なるべく安くでいいカメラっていうのを欲しいですよね。というところで選びました。2つあります。めちゃくちゃおすすめなカメラ。この時点で、今の時点で、この物価が上昇している中でおすすめなカメラ2つありました。この2つをちょっとご紹介していきたいと思っております。まずはですね、ニコンの Z30 というカメラになっております。こちらがですね、レンズ付きで11万前後っていう形で、まあ、かなりですね、お安いと思います。まあ、10万円超えると結構厳しいなっていう方もいらっしゃるかと思うんですけども、まあでもですね、この性能で11万でレンズ付きっていうのはかなりいいかなってところになっておりますね。はい。で、まあ、どういうところがおすすめなのかというと、まずですね、これ、まあ、Vlog 用のカメラなんですけども、写真の性能はもう他の Z のカメラと遜色ないですね。Z50 とか ZFC とか、そういったところとカメラ性能、写真をですね、撮る性能は変わらないですし、どちらかというと、まあ、動画に関してはですね、ちょっとまあ長く撮影ができたりとか、そういった面ではですね、まあ、アドバンテージがあるので、結構おすすめなんですよね。ただ、まあ、ファインダーがないとか、そういったところはあるんですけども、まあ、それではファインダーがあんま必要ない方っていうのは、この Z30っていうのはめちゃくちゃおすすめなんじゃないかなというふうに思っております。まあ、写真撮ってみたらその綺麗さっていうのはですね、まあ、やっぱり撮ってみたらめちゃくちゃわかると思いますので、その辺はですね、私もニコンユーザーとして、あの写真としてカメラを使う場合、この Z シリーズの、まあ、Z30 でも Z50 でも ZFC でもめちゃくちゃいい写真撮れると思いますので、それに関してはですね問題ないかなってところになっております。で、 AF に関しても、まあ、普通に撮る分には問題ないですし、人物の瞳 AF なんかも普通に合います。その辺はですね、まあ、普通に使う分には問題ないと思います。もう本当にですね、プロレベルになってくるともうちょっと物足りないなって思う場面が出てくるかと思うんですけれども、まあ、普通に使う部分には全然問題ないですね。まあ、AF の性能になっております。ただ、まあ、ちょっとここでマイナス点を上げるとすると、 APS-C 用のレンズが、まあ、あんまりないんですよね。ここもですね、まあ、キャノンよりはあるんですけども、あんまり揃ってないっていうところで、まあ、2023年結構出る予定ではあるんですけども、まあ、その辺でですね、ちょっとマイナス点かなっていうところですね。ただフルサイズのレンズがそのまま使えたりとか、例えば F マウントのレンズが使えたりとかですね、しますので、その辺で現時点でちょっと足りないレンズをまあ持っておく、もしくは今後ですね、フルサイズに乗り換えるときに
ちょっとそういったフルサイズ用のレンズを買っておけば、そのままですね、まあ、乗り換えて、カメラだけ乗り換えて、今の Z30 とフルサイズのカメラと両方をですね、使いながら、レンズをですね、共有しながら使うことができるっていうところもちょっとメリットかなというふうに思うので、まあ、そういったですね、使い方もありますよっていうところで参考にしてみていただけたらと思います。で、まあ、レンズがないですよ。あんまり揃ってないですよ。で、価格が11万しますよっていうところで、ここもうちょっと価格なんとかならないですか。11万ってちょっと高いですよねっていう声も聞こえてきます。で、10万円以下でなんとかレンズ付きで揃えたいんですよっていう方はですね、めちゃくちゃたくさんいらっしゃるかと思いますので、ここでじゃあ10万円以下でレンズ付きでめちゃくちゃいいカメラ、レンズも揃ってるカメラって何なのかっていうと、一つだけありました。これはですね、まあ、ずっと私が言い続けてるこのカメラおすすめですよっていうカメラが、まあ、10万円以下でしかもレンズ付きで、まあ、レンズもいろいろ揃ってて AF もめちゃくちゃ速いっていうですね、カメラがありました。そのカメラがソニーの ZV-E10 というですね、カメラになっております。まあ、これがですね、まあ安いんですよ。まあレンズ付きで9万円ぐらいで購入できますし、例えばレンズを買い足そうと思っても結構ですね、いろんな種類、いろんな価格のものがあって選びやすい、めちゃくちゃ安くていいレンズっていうのもたくさんあるので、そういったところですごくですね、まあラインナップ揃ってるので選びやすいんですよね、初心者の方で。もうどうしても価格を抑えたいけども、レンズの選択肢がないから、まあ、この高いレンズを買わなきゃいけないっていうところではなくて、こういったソニーの E マウントのレンズだと価格は安いけどもめちゃくちゃいいレンズっていうのがいろんな焦点距離で揃ってたりするので、その辺が結構おすすめかなっていうところではありますし、まあ、AF がまあ今まで紹介してきた中では多分最強の AF ですね。ピントめちゃくちゃ合いますし、まあ、人物なんかですね、バンバン瞳にですね、ピント合わせて写真がですね、もうシャッターボタン押すだけで簡単にですね、まあ、人物写真なんかピント合わせて撮影できるっていうですね、まあ、かなり最強のカメラにはなってるんじゃないかなと思いますし、まあ、レンズ付きで9万円っていうところはもうかなりですね、まあ、お安いカメラになってます。まあ、中古で買うともうちょっと安くで手に入ることもできるんじゃないかなってところにはなってますので、まあ、そうすると、まあ、この中で言うと一番ですね、まあ、コンパクト、しかも手軽で安い、レンズもめちゃくちゃ揃っている、性能も AF めっちゃ合いますよっていうところで、まあこれ以上のカメラって今のところないんじゃないかなって思うぐらいですね、まあ、コスパが最強なカメラなんじゃないかなって思ってますので、まあ、その辺ですね、まあ、どっちがいいのか、まあ、弱点をですね、まあ、一つ挙げるとすると、撮って出しの写真の色味があんまり私個人的には好きではないので、その辺はローレンズをしてもらった方がいいと思いますし、まあ写真の取って出しの色味だけで言うと、まあ、Z30 めちゃくちゃおすすめかなってところになってますので、そういった、まあ、Z30 だと取って出しの写真めちゃくちゃ綺麗ですよっていうところと、まあ、価格も抑えたい、性能もですねめちゃくちゃいいのが欲しい、レンズが豊富なカメラが欲しいっていう方は ZV-E10、 この2つのですねカメラが結構おすすめかなっていうところになってますので、ちょっとお金を出しても取って出しの写真の色味がいいものは Z30 ですね。機能いろいろ揃ってて、レンズ揃ってて、価格が安いもの ZV-E10 というところで選択肢としてですね、まあ、選んでいただけたらいいのかなというふうに思っております。はい、というわけですね、今回の動画はここまでになっております。このですね、今回紹介したカメラで、まあ、個人的にそう思うので、まあ、使う人によってはこの機能が欲しいとか、こういった機能は別にいらないとかですね、あるかと思いますので、そういった自分が何が欲しい機能なのか、で予算はどのくらいなのか、でどういったカメラが欲しいのかっていうところで絞っていって選んでいただいて、その中にこのカメラが入っていればですね、そこで参考にしてみていただけたらいいのかなっていうふうに思っております。私がですね、あくまで自分が買うならこのカメラですよっていうところのお話をしていったので、自分の使用用途としては ZV-E10 か Z30 がすごく合ってるかなってところになってますので、まあ、そういったところで参考にしてみてください。というわけで今回の動画はここまでですね、このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。めっちゃ雨降ってきた。The past is where it stays, way back a year agoI've changed for the better this time. I thought I would never be fine.
I strive just to say I'm alright.